皆さんこんにちは、小島春奈です。今回はフード Vlog 大阪出張での超リアルな食事を公開します。イエモンカフェのアイス煎茶です。これこの間も来た時に飲んだ気がする。これからルクアに来ることも多くなるのでお世話になりそうです。おいしい、おいしい。このめちゃめちゃ可愛いバッグから、これは何ですか？藤島さんの明日のお土産。これわーって東京から持ってきたの？え、やば、このバッグ何でも入るからさ、いっぱい入れてきちゃうよね。すごい、見て、ポーチとか、すごい、明日のブロックとか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。プレオープン終わりました。あ、これからご飯に、ご飯を、ご飯へ。あー、行ってきます。上がりますよ。クロちゃん、クロちゃん、じゃあパインジュースで。はい、パインジュース。私もじゃあパインジュースですよ。皆さん、本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日からが本番なんで、はい、頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。いるかもしれないけど、サラダで個人とかならとか、うん、の玉ねぎが始まる。玉ねぎ、これなんて言うんだ、これは何かしてある、何焼いてる。笑ってるよ。鉄板で焼かれてる、うん、これが蒸し、蒸しよね。今食べてるよ、意外と。美味しい、ふわふわ、全然これ溶ける一瞬で。これがすごく美味しくて、トマトソースにディップして食べるの。これがめっちゃ美味しい。うまっ。美味しそう。美味しい。めっちゃ美味しい。美味しそう。会社の社長、私ね、私と、まあ、ビューティーの経営メンバーと PR とかさ、みんな一緒にして、ゆかちゃん今何してんのって、ふるさと納税してプリンと、かわいすぎでしょ、ネギトロと、明太子とジュースです。味丸絞りっていうみかんジュース、みかんジュース。お疲れ様です。私のミッションは完了しました。お疲れ。おはようございます。大阪2日目、今日はオープンもう間近なんですが、時間がなさすぎて、まああと10分でオープンしちゃうので、朝ごはんはアイスのオーツラテです。
今サウナ行ってきて水飲んでオーツラテでもう行きます、行ってきます。なんだろう、大阪駅のことはあんまり分かってないかも。土地勘なし。今ランチタイムなので大阪駅から心斎橋の方に向かってます。いつもねイベント会場の近くでたまたま入ったのかな、スタッフが。そしたらめちゃめちゃ美味しくて百名店、うん、あそうなんですね。それがすごい近くにあって入ったんで、あんま食べないけどたまに食べるものが結構がっつりで、ちょっと大丈夫かな、しかちゃって。おにぎりなかったら結構バランスやばい。玄米おにぎり、野菜とか一切食べてなくない？今回特にやっぱね、地方とか旅行とかやっぱそうなっちゃうよね。あと大阪っていうのが、うん、関西系がね、粉物や絶対食べたいもん。イノシシチキン、あー開いてました。前回野菜カレーがあんまり辛くなくてこれ頼んだらすっごい美味しくて、友達がこのごまパクチーチキンカレーを頼んでたのがすっごい美味しかったんです。こんなに辛くなくて、私パクチーそんなにって感じだったら大葉に変えていただけるみたいなので、これを頼みました。本当にあるこのカレー、あそうこの味変めっちゃ美味しかったよね。こちらマジで味変ニンニクアーモンド、これだけ食べたかったもん。そんな美味しい、本当に美味しい、嬉しい。スマホの光があると思われる、見て違う効いてます。うん、うまい。チーズ入れた方がいい、絶対うまっ。ニンニク、はい、マジでうまい、やばい。こちらフルーツジュースを買ってきてもらいました。嬉しい。え、何飲む？梨やば。よかったね、ずっとフルーツジュース飲みたいって言ってたもんねカフェインじゃないんだよな。喉乾いてるって一気飲みしちゃうから L にしたのサイズ。なんやかんや夜になっちゃうんでそろそろ帰ります。また来るよ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。